今日から家庭でも学校のタブレットを使っていいことになりました。よっしゃ、これで宿題とかやるのだいぶ楽になるぞ。ただしタブレットについては学習の目的でのみ使うようにしてください。わかりましたか？はい、そうします。今日の宿題終わり。ついでに動画でも見ちゃおっかな。うん、絶対こことか抜いたらね、絶対崩れちゃう。触っちゃったよ、これ触っちゃった、ちょっと待って。たくみ、あ、またタブレットで遊んでる。宿題してたんだよ。嘘おっしゃい、全然関係ない動画見てるじゃない。さっきまでは宿題してたんだって。そうなの？でも学習に関係ないことをするのはやめなさいね。分かったよ。こういうとことかさ、挑戦していこうよ。挑戦今日はみんなで総合の課題について話し合わなきゃ。総合の課題、いつ話し合う？今いいよ。オッケー。俺も行ける。じゃあ今話した内容で防災について各自で調べてくるってことで。了解。防災ポスター、アイドルの萌奈ちゃんがモデルなんだよ。萌奈ちゃん大好き。火事を起こさないためのポイントとか分かりやすくまとまっててよかった。へえ、そうなんだ。萌奈ちゃん歌もダンスも超上手くて最高。この動画とか見てほしい。下手じゃない？それにこの前熱愛発覚して炎上してたよな。は？ふざけんなよ、最悪。え、なんか雰囲気が良くないような。そろそろご飯だから抜けるね。私も。俺も抜ける。みんなお疲れ様。ふう、ちょっと焦ったな。途中から話がずれてきてたような。どうして上手に話し合えなかったのかな。あれ？通知がたくさん来てる。防災ポスターの URL 貼っておくね。あと、うちの町の防災情報のサイトも見つけたから、それも送るね。ありがたいけど、深夜に送られてもな。みんな見た？なんで返事くれないの？うわ、しまった。ごめん、寝てた。後で見るね。グループチャットを送るときのマナーってなんだろう？今日は17時からみんなで話し合いだ。17時になったけど、みんな揃ってる？大丈夫だよ。いいよ。私も大丈夫。この間は深夜にチャットしちゃってごめんね。いいよ、たくさん調べてくれてありがとう。全部読んだよ。私も見たよ。避難方法が書かれているページ、わかりやすかった。うんうん、わかりやすかったよな。俺もそのページわかりやすかったと思う。今度の発表資料に使えないかな。いいね。出典の書き方、先生に確認してみよう。せっかくなら防災センターに見学に行ってみたいな。見学か。
見学いいと思う。インタビューとかできそうなら話聞いてみたいね。じゃあ美咲が紹介してくれたサイトをもとに質問リストを作ってチャットに貼っていこう。賛成。みんなチャットで議論することにだいぶ慣れてきたな。よかった。これからもみんなで上手に議論していきたいな。どうして上手に議論ができたのかな。